はい、こんにちは、レゴスノームです。今回なんですけども、深掘りには注意をしましょうということをお伝えしたいと思います。深掘りっていうのは、まあ、理解学習とちょっと繋がってくるんですけども、めちゃめちゃ深いところまで理解しなくてもいいですよって言ったイメージです。これ実はですね、これ理解学習と矛盾しているんじゃないのかって思われるかもしれないです。私は、個別指導の受講者さんにも言ってますし、無料の読者さんに対しても動画とかメールマガとかホームページとかでもお伝えしている、理解学習をすることで、宅建って合格できるんだよと、合格できる確率がすごく高まるんだよってことをお伝えをしているんですね。だから、理解をしなければいけないけれども、深掘りはしなくてもいいよっていうことを今回お伝えしようと思ってるんです。実際多くの方がこの理解学習について勘違いをしているんですね。どういうふうに勘違いをしているかっていうと、とりあえず、細かく理解をしていく、一つ一つの問題に対してしっかり理解をしていかないと。で、勘違いされている方いるんですけども、まあ、全てを全て理解する必要っていうのはないんですね。宅建試験っていうのは、理解すべき内容は理解をして、覚えるべき問題、覚えるだけでいい問題は覚えればいいんですよ。この、例えば覚えるべき問題、覚えるだけでいい問題っていうのは、例えば、数字の問題ですね。例えば、供託所に対して、営業保証金を供託しましたと。そうすると、供託したら2週間以内に免許経営者に届け出をしなければいけない。この2週間、この数字。別にこれ理由って正直ないんですよ。この2週間っていうものを、じゃあ、1週間じゃダメなのかと言うと、まあ、1週間でね、法律で定めることも別にいいんじゃないのかなって私は思います。まあ、その他のルールとの兼ね合いで、おそらく2週間にしていると思うんですよ。まあ、2週間ぐらいが妥当だろうと。2週間じゃなくてもいいわけですね。10日でもいいし、20日でもいい。まあ、でも、まあ、2週間ぐらいでいいんじゃないのかっていうような感じでね、決めているんですよ。そこに理由っていうものはあまりないんですね。だからそういったところっていうのは別に考えなくてもいいんですよ。そのまま覚えればいい。一方で、理解すべき部分っていうのは、やはりたくさんある。理由をつけてちゃんと頭に入れていかないと、なかなか頭に入ってこない。何度も何度も同じ間違いをしちゃう。そういったものはやっぱり理解した方がいいんですね。だから、理解すべきものは理解をして、覚えるべきものはもう覚えるだけでいいっていうふうな区分けをしていかないといけない。これが理解学習なんですね。で、もうちょっと、深く解説をすると、理解すべきものについてもですね、このように、宅建レベルの深さと司法試験とか司法書士試験の、深さではやっぱり違うんですよ。司法試験とか司法書士試験っていうのはやはり相当難しい、試験なので、相当深掘りをして理解をしていかないとなかなか太刀打ちできない。一方で宅建試験っていうのはそんなに深くまで理解はしなくても正直いいんですね。だから、あくまでも目的というのは宅建に合格することが目的だから、宅建に合格するだけの理解学習に十分なんだってことなんです。だから、ここまで深掘りする必要はありませんよっていうことなんですね。でも多くの方が、この宅建レベルを超えて理解をしようとしている方、意外と多いです。まあこれはですね、理解学習が重要だって、分かった方ですよ。そもそも理解学習について全然知らない方っていうのは、そもそもこの理解ってことをやらないんですね。こっちをやらずに、もうほとんど丸暗記みたいな感じで、こっちだけで行くんですけども、そういった方はちょっとこっちやらないと思うんで、あれなんですけども、理解学習をしようってなってくると、やはりこういった間違ったやり方をする方、意外と多いので、そこを注意していただきたいんですね。理解すべきところと覚えるべきところは分ける。で、理解すべきところはある一定の、宅建レベルの合格レベルまでの深さでいいんだよっていうところです。で、ちょっと話をそれるんですけども、今触れた、この、覚えるだけの勉強の人。この人っていうのは、過去問については40点以上取れるようになります。でも、この理解すべきところを理解していないがゆえに、本試験になると緊張して、頭真っ白になるんですよ。覚えるだけって。これ、体験してみないとわからないんですね。過去問では解けていた問題、もうほぼほぼ同じような問題だけども、本試験になったら、あれどっちだったっけってなるんです。もうこれはもう必然と思ってください。私も何回も、国家試験とか、大学受験、高校受験やってきましたけども、単に覚えている問題っていうのは、まあ、大体数問は、あれどっちだったっけってなります。ただ、私はこの覚える問題だけじゃなくて、こっちもたくさんあるんですね。
だから、こういった問題っていうのは、この理解すべき問題を理解していれば、こっちは問題文がヒントになって、そこから答えを導くっていう形をするわけなんで、これは失点しないんですよ、こっちの問題。こっちの問題でちょっと忘れちゃったっていうので、失点するぐらいだから合格できるんですね。一方で、ほとんどこっちに頼っている方、もっと具体的に言えば、例えば予備校の教材だけで勉強している方とか、通信講座の教材だけで勉強している方、市販の教材だけで勉強している方っていうのはこっちに当たります。予備校で先生が教える内容とか、教材に載っている内容の中でも理解すべきところってあんまり載ってないんですね。こういったところっていうのは、その専門的な本だったりとか、専門的な人が書いてあるネットとかに載ってるんですよ。例えば民法で言うと弁護士さんとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省とか都道府県とか、あと建設業者のサイト、まあ、税金関係だったら、国税庁とか税理士さんのサイト、そういったところには理解すべき内容が書いてあるけれども、やはりですね、通常の一般的な教材、予備校、通信講座、独学の市販のものを含めて書いてないので、それだけで勉強されている方はおおよそこっちになるんですね。だからそれは注意しなければいけないです。自分自身にやはり調べていかないといけない。で、話をちょっと戻します。じゃあこの理解すべきところについて、まあ、卓球レベルの深さまででいいですよってお伝えしたんですけども、これもうちょっと、具体的に話すとですね、問題解いてきますよね、過去問を。で、例えば問1解きましたと、で問2解いて、問3問4解いて、あれ問4解いた時に問1と似てるなと、違いなんだろうってこう対比させることがこの理解学習に当たるんですね。こっちの場合はこうだけども、こっちの場合はこう、これなんでなんだろうっていうところを理解をしていくと、これは卓研レベルの理解の深さなんですね。司法試験の理解の深さって何かっていうと、これ実際弊社の個別指導の受講さんでも質問があったりするんですけども、この問4でこの場合どうなのと、別の場合、つまり過去問では出題されていないけれども、ちょっと問題を変えて、この問題こういう場合だったら答えどうなるんだろうって考える方いらっしゃるんですね。実はそれは非効率なんです。いわゆるそれが深掘りなんですよ。卓研試験に出ていないっていうことは、正直そこは勉強しなくてもいい部分なんですね。例えばそれについては判例がなかったりとか、卓研試験っていうのは、まあ、最高裁の判例と、法律の条文からの問題なんですね。例えば地方裁判所の判決とか高等裁判所の判決では出題されないんですよ。だからもしかしたらこの別の場合っていうのは、高等裁判所では判例があるかもしれないけども、まあ、最高裁まで行ってないとなってくると、これ出ないんですよね。また裁判になったことがない、もう非常にマイナーな、まあ、裁判ではあったかもしれないけども、まあ、そういった問題出ないので、だからこういったことって考えなくてもいいんですね。で、こういったことを考えていくと、一問一問めちゃめちゃ時間かかります。そうするといつまで経っても勉強進まないんですね。もちろん理解をしようと思っているこの考え、行動っていうのは非常にいいことなんですけども、それが空回りしちゃってるんですよね。何でもかんでも理解をしたらいいっていうものではないんですよ。卓研で必要なレベルまで理解をしたらいいので、過去問で出ていない部分については解けなくてもいいっていうふうに割り切った方がいいです。で、実際毎年ですね、本試験をやってみるとですね、勉強したことがない選択肢って出てくるんです。でも正直そういった問題っていうのは解けなくてもいいんですよ。周りも解けないわけだから、そこで差って出ないんですね。得点すべきところっていうのは過去問で出題されたところ、あとはもう基本的なところっていったイメージですかね。そういったところをちゃんと押さえていれば合格はできます。で、この基本的な問題と過去問で出題された部分について全部で丸暗記すると、おおよそ本試験で忘れちゃいますよ。頭が真っ白になっちゃいますよ、緊張して。だからそうならないために、ちゃんと理解すべきところはこの卓研レベルの深さまで理解しましょう。そうすれば基本的なものも得点できるし、また過去問に出題されたところも得点できるってなってくると、あと解けなかったとしても合格できます。4選択肢全て解けるっていう必要ないですからね。1選択肢しかわからなかった、でもそれが正解の選択肢であるのであれば、もうそれは得点じゃないですか。残り3選択肢わかんなくても得点なんですよ。つまり曖昧な知識ではいつまで経っても合格ってできないです。確実な知識っていうものが得点を生むんですよ。4選択肢全て曖昧でしたっていうのと、1選択肢だけでもこれは確実に丸だとか確実に×だって分かったら、それで答え導けることはあるんですね。
曖昧な知識が4つあったとしても、これではですね、答え導けません。一方で、確実な知識が1つでもあれば、もしかしたらそれは正解の選択肢である可能性もあるんですよね。そしたらそれは特定に結びつくんですよ。つまり、確実な知識をできるだけ多く身につけていくってことが重要だから、理解すべきところはきっちり宅建レベルまで理解をしておく。これが重要になってきます。なんできっちり過去問をやりながら、あれ、似たような問題出てきたなって言ったら、対応させて、なんでなんだろうって考えたり調べたりして、ぜひですね、勉強を進めていきましょう。また、別の場合、これは考えなくてもいいので、そういった問題は本試験で出題されない、また出題されたとしても、それは解けなくてもいいって考えて、全然進めてもらって構いません。5月、6月、7月ですね、短期集中実力アップ講座を行っております。今言ったように、理解すべきところをちゃんと理解をする。もう覚えるだけでいいものは覚える。ちゃんと切り分けがされた講座が短期集中実力アップ講座になります。なので、あなた自身受講していただいたら、自分自身で細かいところまで調べるってことは、基本必要ありません。その教材、解説の中に載ってます。基本的には問題集をやっていただくんですけども、解説の中に理解すべきところっていうのは非常に細かく解説してます。一方で覚えるだけでいいものについては、もう覚えるだけでいいので解説は薄いです。そのように効率的に勉強できるのが短期集中実力アップ講座です。5月から7月の間で受講は可能なんですけども、できるだけ早くからですね、受講していただいた方のが、長期間理解学習ができますんで、ぜひお早めにご検討いただければと思います。実際短期講座では7月から受講して、たった3ヶ月で法律知識ゼロ、また中卒で、中学校でもほとんど勉強したことがない、そういった方でも1回で合格してます。たった3ヶ月で一発合格してます。それは今言ったように、ちゃんと区別をして、理解すべきところはちゃんと理解をするというものが、解説に書いてあるので、それをその方は頭に入れていっていただいたんですね。だから1回で合格できました。実際3ヶ月はその方だけなんですけども、6月から初めて勉強されて、一発合格してる方、たくさんいらっしゃいますんで、その点もご安心ください。ましてや、もしあなたがこれまで勉強してきているっていうのであれば、5月からでも6月からでも7月からでも十分合格は可能です。ただ、できるだけ早い方のが短期講座の値段も安いですし、長期間理解学習ができるので、早めの方がいいと思います。今からであれば、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。